スイッチ細胞は CD4T 細胞のアグンであり、インターフェロンガンマやインターロイキンマイナス12の刺激を受けることによりナイブ T 細胞と呼ばれる抗原タンパク質との接触経歴を持たない T 細胞からの分化が誘導される。T 細胞をはじめとした免疫系の細胞はサイトカイン酸性能を有しているが、スイッチ細胞により酸性されるインターフェロンガンマを はじめとしたサイトカインは、特にスイッチサイトカインと呼ばれ、マクロファージや細胞障害性 T 細胞などの細胞を活性化して、ウイルスや細胞内抗原の除去、自己免疫疾患の発症、抗腫瘍免疫を担う細胞性免疫などに関与していることが知られている。 同様にナイブ T 細胞から分化するスに細胞は、L、イルマイナス4などの、いわゆるスにサイトカインを産生し、スイッチ細胞とスに細胞はサイトカインを放出することにより、互いの機能を抑制し合っている。細胞外に存在する細菌の除去は、B 細胞から分化した、形質細胞が産生する、免疫グロブリンなどが、 中心的役割を担う体液性免疫によって行われるが、結核菌などの細胞内寄生菌の除去においては、細胞性免疫が重要な役割を担っている。通常、細菌に対する免疫応答の第一線は、マクロファージ等の食細胞により行われているが、結核菌は、食細胞内の症法において寄生することが可能である。 スイッチ細胞はマクロファージへの MHC クラス2分子を介した抗原定時や CD40 リガンドイエフ f n ガンマの分泌により活性化を引き起こし、食法内で生き残る菌を殺すことができる。結核菌への感染には家族集積性が認められ、各個人におけるスイッチ細胞の活性が重要な役割を果たしていると考えられている。また、 スッチ細胞由来のサイトカインにより活性化された CTL は細胞障害活性を示し感染を起こした細胞にアポトーシスを誘導することによって破壊することが知られている CTL は癌細胞に対してもアポトーシスを誘導するが癌患者においては T 細胞の活性が低下しておりその機構の一つとして主要細胞から放出される TGFβ によるスッチ細胞及び CTL の活性抑制が存在する。また、スッチ細胞の過活動は、インターフェロンガンマやリンフォトキシンをはじめとした、種々の炎症性サイトカインが酸性を引き起こし、関節リウマチや、実験的自己免疫性脳炎、多発性硬化症、インスリン依存性糖尿病などの慢性炎症。 自己免疫疾患にも関与していることが示されている。さらに、スイッチ、スニのバランスの破綻はある、種の疾患の原因となることが知られている。これまで、この平行が、スイッチ系に強く傾くことによって過剰なスイッチ、サイトカインが産生され、自己免疫疾患の発症につながると考えられて、きたが、最近の動向では、自己免疫疾患の発症には、 いる -17 酸性能を有した新しい T 細胞のサブセットである S17 細胞が関与しているという説も強く自己免疫疾患がどちらの細胞によって引き起こされるものなのかははっきりしていない近年では S1 細胞の分化メカニズムや S1、S17 バランスなどに対して注目が集まっている T 細胞の分化機構 T 細胞は胸腺に由来する細胞であるの、頭文字に由来。しかし、新生 T 細胞は CD4 抗原も CD8 抗原もなければ、T 細胞受容体も有しない未熟な細胞である。DN 細胞は分裂の繰り返しにより、CD8 シングルポジティブ細胞を経て、CD4CD8T 細胞へと分化し、この中でも TCR の発言の高い細胞において、 ポジティブセレクション及びネガティブセレクションと呼ばれる現象が起こる。ポジティブセレクションとは CD4CD8T 細胞の中から外来性抗原に対して反応性を持つ PCR を有するものを選別する機構であり強制に皮質で行われる。一方、ネガティブセレクションとは自己抗原に対して反応性を持つ細胞を選別する反応であり、 ネガティブセレクションを受けた細胞はアポトーシスに導かれ、この段階で脱落する。また、これらの過程中において、t c r 遺伝子の再編成が行われ、t c r の多様性の形成に関与している。ポジティブセレクションが行われた細胞は、その後、CD4CD8 ロート細胞を経て、CD4CD8T 細胞へと分化誘導が行われる。 CD4CD8T 細胞からイエフ f n ガンマ酸性能を有するスイッチ細胞への分化誘導は主にいるマイナス12とイエフ f n ガンマの刺激により行われる。スイッチ分化の過程には、樹状細胞をはじめとした抗原定時細胞が重要な役割を担っている。樹状細胞が通る様受容体からの刺激により、 成熟すると、細胞表面に CD80 などの分子を発現して、MHC クラス2分子を介した、ナイーブ T 細胞への抗原定時における、共刺激分子として働き、T 細胞を活性化させる。一方、受状細胞への刺激は、イルマイナス12の酸性を誘導することが知られており、活性化 T 細胞表面に存在するイルマイナス12、受容体を介して作用する。 イルマイナス12は、転写因子スタッド4を介して、イエフェンガンマの酸性を誘導する。また、イエフェンガンマ自身による、イエフェン酸性細胞への分解誘導機構も知られており、イルマイナス12の作用に対して強調的に働く。イエフェンガンマの下流には、転写因子スタッド1が存在し、T ベットの転写を活性化する。T ベットタンパク質もまた T。 ボックスファミリーに属する転写因子として機能し、イエフェンガンマ遺伝子に作用して凝集した、クロマチン構造を部分的に緩めて、他の転写に関与する因子が DNA に結合しやすい状態することによりイエフェン、ガンマの酸性をさらに更新させる。その他にも、イルマイナス18が転写因子 n f カッパ b を介してイエフェンガンマの酸性を更新させる経路などが、 存在することが報告されている。一方、スニサイトカインであるイルマイナス4の遺伝子は、巣一分化に伴い、不可逆的に抑制され、巣一分化を完成させるが、その過程は、よくわかっていない。ありがとうございます。